はい、ありがとうございます。まず受賞をどうやってしたかということでありますが、正直な話、受賞するということを全然思っておりませんでしたので、家におりまして、洗濯機がガタガタ音をするので、それを直そうと思って座り込んで、洗濯機を動かそうとしておりましたが、携帯電話が鳴りまして、それが英語でありまして、で知りました。はい、感想は先ほども少し述べましたが、やはり何というか、こう日米をですね、ずっと往復しております。で、世界中に特にアメリカにノーベル賞に匹敵する研究者というのも本当たくさんおられます。日本にも私よりももっとふさわしいと思う方が複数おられますので、その中でですね、自分がに電話かかってきたというのは本当になんか電話で言っておられることが本当なのかどうかっていうのがこう信じられないというのが、正直な気持ちでした。それとともにやはりこういった私も多少なりともノーベル賞の仕組みというのはいろんな人から聞いて知っておりますので、その中で日本の研究者である私が受賞できたというのは、やはり日本としての国としての支援のたまものであるということも強く感じました。ジョン・ガード先生についてでありますが、先ほどご質問にあったように核の初期化という分野を切り開かれたのがジョン・ガード先生であります。で、私たちの仕事、 iPS 細胞の仕事というのは、その核の初期化という現象が極めて簡単な方法で再現性よく起こるということを示したということが受賞の理由だったというふうに思いますので、間違いなくジョン・ガード先生のお仕事がなければ私たちの仕事もありえない仕事でした。さらに言うならば、ジョン・ガード先生だけではなくてですね、他の過去のこの50年間にいくつかのキーとなる研究成果がございましたので、今回受賞、一緒に受賞にはなっていないんですけれども、そういった先人といいますか、今も活躍されている先生が多いんですが、そういった先生のおかげの受賞だなということも強く思いました。どこかで、お話したことあるかもしれませんが、10年くらい前に私奈良センターにいた頃ですが、新聞に、なんて言うコラムといいますか、ちょっと書いたことがあります。その中で、研究者の仕事っていうのは真理を明らかにすることだ。真理というのは何重ものですね、何枚ものベールでこう覆われていて見えないわけです。一枚じゃないです。もう何枚も何枚も、12一重以上にもう何十枚と。それをですね、一枚一枚剥がすのが真理を追い求めるのが研究者の仕事で。しかし、ほとんどの場合は一枚ベールを剥がしたら次のベールが見えるわけで、なかなか真理は見えてこない。だけれども、どの一枚もとっても大切な一枚。しかし、ある研究者が、非常にラッキーな研究者が、たまたまある一枚を同じようにめくったら、いきなり真理が見えるということが研究 だと
でもどの一枚も等しく大切だということを書いたことがあります。私たちのチームがやったのもまさにジョン・ガードン先生が最初に作られた、その追い求められた真理、ジョン・ガードン先生が最初の一枚をめくられた、その後何枚も後ですけれども、それを同じようにめくったら iPS ということがいきなり見えてきたということですから、その当時と今も気持ちは全く変わっていません。たまたまその一枚だから、ある意味それは幸運と言ってもいいのかもしれませんし、しかし昔のあの時の気持ちというのは忘れていませんし、その気持ちというのは一枚一枚が等しく大切だという気持ちは忘れていませんし、決して忘れてはいけませんし、一緒に研究をしている若い研究者の諸君にもそのことは忘れてほしくないというふうに思っています。